どうも、ウサゴンです。余ってますね。はい、というわけで今日はリリスを30フルにした方がいるので、ガチフリーを数千やっていこうと思います。僕の声が変わったの気づきますか？ちょっとマイクを変えたんですけど、不評みたいですね。でもなんかもったいないんで、このマイクでこれからはやっていくので、まあ違和感ある方には申し訳ないんですけど、まあこんな感じでよろしくお願いします。あ、来ましたね。75ラガヤとか言ってね、強すぎるでしょ。はい、というわけでガチフリーを5000ほどやっていこうと思います。だいたい5000ぐらいで、相手の方がリリスリーダーで来ていただいてますね。僕がおじさんハウスで言ってるのは、おじさんハウスが結構リリスに対して弱いというか厳しいみたいなことを聞いたので、まあガチフリーなんですけど、どの程度通用しなくなるのかっていうのを見ていこうと思います。マドキヘ、ここに出てるな。これはフォックスとレジパワーかな。ここでちょっとおじさん、ちょっと僕のね、兄が今ちょっとうるさいんで声入っちゃってるかもしんないけど、うわー変なこと喋ってるからだよ。あ、でもワンパン入ってますね。よしよし。あ、キバがね、結構裏浴びだから強いんです。あ、レドラ、このタイミングで取れるのはでかいですね。レドラは結構耐火性能あるから、これは多分倒せるんじゃないかな。意外と食らわないんですよ。で、あとクレイジーフラワーが横差しできてますね。これはいい感じに倒せたんじゃないでしょうか。エルフが嫌だな。そう、おじさんハウスもアビリティなんで、リリスが出てきてもある程度は戦えると思うんですけど、まだ出てこないですね。どうしよっか。攻め手がいないからもう少し。キバもね、公式で錦瀬さんという方が押してたように、裏のアビリティ金バッチってなると本当に強いって言って、今まさにその状態ですね。キビ団子フルアビリティ金バッチでございます。もうチートでございますね。ちょっと相手あれかな、コストがあまりよろしくないのかな。コストじゃないや。あー、ここで来ましたね。30フルリリス。これなんか団子が攻撃だけ振るらしいんですよ。もう、あ、来た、小悪魔。ちょっと遠くに出てきましたね。ヌボボが前にいたから多分小悪魔今前に出てるんですけど、それでもかなり大型2匹がこうやって封鎖されてて、これ火力当てないともう倒せないんですけど、僕もう火力いないんで、キバで倒しましょう。ああほらほら、強い強い。キバ兵強い。フリーバトルなんでね、まあこんな感じに緩い感じでね、お手柔らかにっていう感じでやってます。これがまあフリーの醍醐味なんでね、楽しいこと。意外と突撃のダメージもこの前情報修正入って上がったので、結構ひどいなこれ。はい、というわけで1戦目は点差勝利という感じで、騎馬兵がやっぱり今環境取ってるから強いですね。2戦目いきましょう。わ、また銀マッチだ。これでいこう。性格悪いなウザゴンさん。チャカさんね、結構騎馬処理苦手そうなんで、ガチフリーすぎるでしょって、全然手抜かないなこの人ってなってるよね。はい、裏はちょっとラビットに変えました。ラビットでもガンガン圧かけちゃおうって思ったら、騎馬兵が引けた次第でございます。ブルドラも引けてるんで、これかなり札が良さげな感じだな。これ本当にいいな。まあこの騎馬が辛そう。あ、待って待って待って、僕結構取り手がね、ほんとガバイガバイラビット。コングも引いてる。いいキャラ育ってますね、シャカさん。僕と一緒で、僕と一緒では余計か。やばい、ちょっとトークが達者ですね今日は。ウザゴンさん。さあ、ここでハウス行きましょうか。そうそう、いや、なんかね、札が良すぎるなこれ。この札で行かない手はなかった、さすがに。そうね。あー、強い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 。おじさんハウスのこの弱点なんですけど、単体攻撃なんで、キャラがやられちゃうとスキルが発動できないんですよ。あ、ここで来ましたね、リリス。ちょっとリリスの活躍だけちょっとだけ見ますよ。このぶん投げをコングでとかで倒さないときついんですよね。ラビットとか、あ、でもいけそうかな。ここまで前に来ちゃうとやっぱりラビット当たるんで、いける気がしますね、こうやって。守って、あー、チクリ入っちゃった。え、ロボいるのか。まずいな、ちょっと。ここのロボきついですね、めちゃくちゃ。これきついな。あれですね、ちょっとボケーとしてリリス見すぎましたね。ここのラビットがきついんじゃないですか。ここのラビットが辛そうですよ。ラビットが誰かな。
あれだな、バックオジがきついな。こう、うわー、そこから攻撃するの。やるな、本当に。よしよし、ダービーを倒して、後ろのコングか。コングやばいでしょこれ、本当に。このコング、いやー、もう体力マックスだ。さあ残り30秒、相手ゴブリンいるから削るペース早そうだな。これはちょっと負けっぽいですね。だが良すぎるな、これ。この札で行かない手はなかった、さすがに。ちょっと性能見ちゃいました。次行ってみましょう。いやー、札がいいですね。はい、というわけで3戦目。チャガさんは裏ゾン、表ゾンビで裏リリスに変えましたね。スキル発動率がちょっと変わる感じだからどうなるんですかね。そこの影響とかも見ていけたらと思いますけど。いや、でもゾンビが今強いんでね、本当に。クレイジーフラワー引けてよかったです。今のところ、なんか実戦で使う印象だとあれですね。やばい、間違えた。射程が短い。あー、取られちゃう。取って、ナイスー。ナイスー。迎撃いる人勝つでしょ、これ。迎撃ゲーム。これ、ブルドン行っちゃおうかな。で、砦狙いましょう。で、射程が短いからね。うーわ、マジかよ。あ、やばいやばいやばい、やばい、それはやばい。そう、終わった。これ、リリスじゃないよ、絶対。あ、でもリリスが、怠慢だとこれ厳しいですね、めちゃくちゃ。後ろから攻撃されるんで、ほら、ブルドラもどんどん削られていく。遠距離キャラなのに、怠慢だとここまで削られるってことは、かなり強いですね。これ食べて、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 食べて。お願い。終わった。終わった。トロール出番なし。これリリスじゃないよ。まあリリスちょっと強かったけどさ。ゾンビがおかしいよ、絶対。あ、これでいきますか。ちょっと札悪いけど。ゴブリン止まんないけど。不意をつきましょうか、こいつで。4戦目かな。やっていきましょう。ブルドラあれだけ削ったら上出来ですよね。まあ先にブルドラの方出してたのもあれでしたけど、3戦目は。この方打ちますね、結構。あ、遅い。大丈夫か。危ない危ない、取れますね。ここ取ってゾネス出して守ってナイスー。いいですね。この剣士も最小限に抑えたかったけど、まあいいんじゃないですか。さあ、じゃあちょっと行っちゃおうかな。くらえ。今日つく、今日相手を出してきた。さあ、僕の小悪魔1がね、どのような活躍を見せるのか。あ、でも、コアクマ1でも結構体力あるな。ほらほらほら、発動率高いですね。相手のリリス打ってないですね。リリスはなんか重ねたら強いイメージだったけど、そんなことないのかな。あ、このコアクマにさ、トロール当ててさ、ジャンプ台にするとかどうですか。いや、これきついなー。きついなー。きついな。やめてやめてやめて。ゾネスいるよ。よしよし、入った入った、入ってるよ。で、リリスはトロールで結構倒せちゃいますね。トロールアンチなのかな、僕、あんまり見てなかったんだ。後で確認しよう。ゴブリンの圧が止まんないから、できるだけここだけ守って、あとはこっちポッケル間に合うはず。第一さえ取られなければ、多分こっちの方が早い。早くないか。やばいかな。やばい、どっちが早い？めっちゃいい勝負じゃない？これ剣士でしょ？こっちだよ。こっち、剣士に出した方がいい。いや、もう負けたくない、負けたくない。ちょっと2戦目ね、余裕かぶ、なんかね、余裕かましてたのがね、本当に後悔してるから、ここでちょっと僕の強さをね、見せときたいんだ。おらー本気のウサゴ。2勝2敗でラストになりました。ちょっとここでね、僕がリリスの弱点を教えてあげようと思います。100% 勝ちます。これ負けたら、もう、猫語になります。じゃあ僕、それぐらいリリスの弱点をちょっと教えてあげようと思います。はい、じゃあ行きましょう。僕の固定からして、まあ大体わかると思うんですけど、リリスって多分ゴリ押しに弱いんですよ。だからまあちょっと見ててください。速攻で勝ちますよ。でもリリス出す余地すら与えさせないかもしれないですね。まあここは第3まで取っていきたい。足キャラがいるので。ゴブリン出てる。ゴブリンじゃなかった、よかった。うえー、もういいや、行っちゃおう。フェアリーいるしね。スタンは大丈夫。フクロウか。取り引きずりに行きますか。寝てる。よしよし、入ってる入ってる入ってる。牙がやっぱり強いですね。
ゴリ押しに多分これリリス多分出す余地がない。まあ出したとしても結構きついんで、これいっちゃいますか。サイクロ本当はリリスに当てたかったけど、あ来ましたね。重ねだとちょっとこれサイクロ脆いから倒せますね。なんで。あれウサゴンさん、ウサゴンさん。いや、こんなはずじゃなかったんだよ。こんなはずじゃ、小悪魔がきつい。嘘だろ。ちょっとここでね、僕がリリスの弱点を教えてあげようと思います。やばいやばい、小悪魔の索敵範囲広すぎません？あの位置倒せないですよ、僕。100% 勝ちます。これ負けたら、もう、猫語になります、じゃあ僕。第1まで引きましょうか。第1まで引いて。待って、まずコングの回復、コングの回復。ああ、やばいやばいやばい。こんなに小悪魔来るの。速攻で勝ちますよ。リリス出す余地すら与えさせないから。これは夢だ。こんなはずじゃないんだ。さよなら。2勝3敗というわけで負けたので、僕の名前は猫ゴンになります。ツイッターで1週間とかでいいですか。本当に申し訳ない。まさか負けるとは思わなかった。はい、というわけで、今の試合振り返ると、後ろにコング出したんですけど、小悪魔が反応して、攻撃してたのがうるさいな。小悪魔が攻撃してたのがかなり厳しかったですね。小悪魔の索敵範囲が非常に広くて、リリスの性能自体はそんなに怖くはないんですけど、小悪魔が強いみたいな僕はイメージを持ちました。この5試合で多分参考になったかはわからないんですけど、小悪魔とか気をつけようっていう気になってくれたらね、もう僕の動画見たら多分そこだけは気をつけていただけると思うので、こんな検証で申し訳ないですが終わります。猫ゴンでした。